厚木海軍飛行場厚木海軍飛行場は神奈川県綾瀬市と大和市にまたがる軍用飛行場でアメリカ海軍と海上自衛隊が共同で使用している軍事基地県内で唯一固定翼ジェット機が離着陸できる航空施設である航空管制は海上自衛隊が行っている米海軍は空母ロナルド・レーガン艦載機の第五空母航空団 CVW-5 の本拠地として使用しており、海上自衛隊は、第4航空軍、実験航空部隊の第51航空隊、輸送航空部隊の第61航空隊の航空基地として使用している。総面積約506.9ヘクタールのうち、約395ヘクタール、全体の約78%が、綾瀬市で、残りが、山和市である。 通称は、厚木基地、厚木飛行場。海上自衛隊では、厚木航空基地と呼ばれるが、日本の公的資料では、厚木海軍飛行場と呼称されている。米軍内における名称は、ネイバルエアーファシリティ厚木。直訳すると、海軍厚木航空施設である。IATA 空港コードで東飛行場を表す、んじゃは、ICAO 航空会社コードでは新日本航空を、意味する。 帝国海軍が主に帝都防衛の拠点として1938年昭和13年に着工1942年昭和17年に完成した東京に最も近い海軍の航空拠点として重視され整備訓練航空隊である相模屋海軍航空隊や戦闘機操縦士連成部隊である厚木海軍航空隊が置かれた太平洋戦争後期に 防空隊である302空が開けたいして、以降は、帝国陸軍の調布飛行場、柏飛行場、松戸飛行場、成増飛行場などと並び、首都防空の重要拠点として機能した。1945年、昭和20年8月14日、日本がポツダム宣言を受諾し、降伏を決定。しかし302空司令の古ぞの安平大佐は、 翌15日の玉音放送の後も降伏を受け入れず、祖国防衛を目的として徹底抗戦を主張し、若い隊員たちも数日にわたって戦闘機からビラ巻きをするなど、厚木飛行場の部隊は反乱状態に陥った厚木航空隊事件。八月十六日、与内三正海軍大臣の命により、寺岡近平海軍中将や高松宮泉新郎海軍大佐、 第三航空艦隊三謀長、山積中座ブロー大佐などが説得に当たるも、オゾノ大佐ら厚木飛行場の将兵たちは、施行しなかった。8月18日、オゾノ大佐は当時時間していたマラリアにより、体温が40度近くまで発熱し、興奮状態が続いたため、8月20日に、航空隊軍医長の手で鎮静薬を打たれ、川手錠をかけられ、延び海軍病院。 現在の国立病院機構クリハマ埋蔵センターの精神科へ強制収容された。この厚木空の武装解除について政府首脳は以下のように心境を語っている。8月21日、フィリピンのマニラへ降伏軍師として派遣していた停戦前検委員より連合国軍東京占領の拠点として厚木飛行場に8月26日に第一陣。 8月28日にマッカーサー連合軍総司令官と司令が到着する予定であるとの文書がもたらされた。これにより8月22日、オゾの大佐の拘束後も逃走せず、暴動状態であった兵たちが強制退去させられ、厚木飛行場の反乱は収束した。8月23日厚木飛行場に山積大佐率いる大本営厚木連絡委員会が入った。 悪天候のため当初通告より2日遅れの8月28日に、連合国軍の一国である、アメリカ軍の大規模な軍船検体、指揮官天地台の輸送機、ダグラス C54 が、打ち合わせと逆の方向から着陸し、ジープを下ろして飛行場の接収を行った。その2日後の8月30日、ダグラスマッカーサー連合軍総司令官の乗った、輸送機、バターン号が、 厚木飛行場に着陸、メルボルンから東京へ長い道のりだったと第一声を放った。この時、彼が細いコーンパイプを加えてタラップを降りる写真、ライフカメラマンのカールマイダンス撮影が現存し、日本の敗戦や連合国による占領時代を象徴する一枚としてしばしばいられる。その後、厚木飛行場は連合国軍の一つである。 アメリカ陸軍の管理下に置かれた。占領初期は、アメリカ陸軍航空軍、祖父の飛行場となり、主に偵察や紹介などの任務を行うため、次の部隊が駐留した。また、他の基地に駐留していた部隊も、連合国軍による占領任務を支援するため、次の飛行中隊を厚木に配置した。さらに1946年、昭和21年5月には、 キサラズ飛行場から、アメリカ海軍航空運輸サービス、ネーバルエアートランスポートサービス、ナッツの文献隊が移駐し、物資や自民の空輸を行うようになった。これら飛行部隊の多くは、アメリカ軍によって新たに滑走路が整備された他の基地へ移駐し、その後の厚木飛行場は、もっぱらキャンプ、ザマ付属の野外物資集積所として運用された。1949年、 昭和二十四年には一旦閉鎖され、接収解除も目前であったが、翌1950年、昭和二十五年に、朝鮮戦争が勃発したため、軍事施設としての重要性が再認識されると、アメリカ軍の極東における中核航空基地の一つとして、復活、管轄も陸軍から海軍に移行する。朝鮮戦争の停戦後も飛行場は順次整備、拡張され、 1960年代には現在とほぼ同じ姿になった。アメリカ海軍による初着艦訓練、射爆訓練は、暴走半島南東の R-116 と呼ばれる海域で実施されている。ジョン・カイ・ケネディを暗殺したとされるリー・ハーベイ・オズワールドは1957年、昭和32年から1958年、昭和33年にかけて、 航空管制官としてこの地で勤務していた。1970年昭和45年大阪万博の開催に伴い羽田空港の混雑がピークに達し一部のローカル線が期間限定で厚木飛行場から発着した。ベトナム戦争の状況変化を受けてアメリカ海軍航空隊は次第に撤退し代わりとして1971年 昭和46年には海上自衛隊が使用を始めた。その後、アメリカ軍がベトナム戦争より撤収した1973年、昭和48年にアメリカ海軍第7艦隊の空母ミッドウェイが横須賀港を母港にするとミッドウェイの艦載機が次に駐留するようになり、ここにアメリカ海軍空母艦載機の基地兼海上自衛隊の基地という位置づけが成立した。 この位置づけは1970年代末期以降の冷戦再燃に伴って固定化し、空母がミッドウェーからインディペンデンス、キティホーク、ジョージ・ワシントンを経て、ロナルド・レーガンに代替した現在も期、継がれている。今後は、アメリカ軍のアジア太平洋地域の重視戦略に伴い、2018年、平成30年5月までに、山口県岩国市の岩国航空基地に、 戦闘機部隊が移住する予定である。ヘリコプター部隊は引き続き、厚木に駐留予定。敷地は、綾瀬市と山和市にまたがっているが、漁師とも名前の由来となっている。厚木市との間は、海老名市や相模川によって隔てられており、地理的に厚木との関連性が全くない。なぜこの飛行場に厚木の名が付けられたのかについては、昔から様々に論じられているが、 どの説も、決定的な説得力を欠くため、これといった定説はない。比較的知られている例を挙げると、などがある。とりわけ一の、ヤマトの名を避けたという説については広く知られて、半ば都市伝説と化しているが、厚木飛行場完成後の1944年、昭和19年、海軍が、奈良県で実際に、ヤマト航空基地、柳本飛行場を建設しているため、 この説には矛盾が生じる。マタニについては、飛行場という施設の特徴上、異なった土地の名前を付けたところで適機が空から見れば、一目瞭然のため、効果は疑わしく、他の飛行場でも同様の例がほとんど見られないことからこちらも信憑性が低い。一方、お及び四については、多少の妥当性が認められるものの、実際に命名に関与したものが生存している。 可能性は極めて低く、現在では真相を知り得る機会は、ほぼ完全に消失している。なお、同じように、相模川東岸にあるにもかかわらず、厚木を名乗っているものとして、小田急小田原線、JR 相模線厚木駅がある。また、繊維メーカーの厚木、旧社名、厚木ナイロン工業も、本社工が、海老名市であるが、こちらは、 厚木基地の知名度を利用して基地名が逆に企業名に採用されたものである。詳しくは厚木社名の由来を参照。周辺では離着陸する飛行機の墜落事故が発生しており、そのうち重大なものだけでも以下のような事故がある。現在でもこのような事故が起こる。危険性が解消されたわけではない。相鉄本線も1961年1月に 墜落事故のために普通となったことがあり、リスク回避のため、滑走路延長線部分にあたる区間、大和駅相模大塚駅間は、コンクリートによってトンネル化された。透明高速道路の台湾トンネルも同様の理由により建設された。1973年にアメリカ海軍空母ミッドウェイが横須賀を母港としたのに、合わせて厚木基地は空母が入港した。 最の関西機基,基地として用いられるようになった。関西機訓練の中でも特に騒音被害の大きい夜間離着陸訓練。NLP は当初岩国基地と三沢基地で行われてきたが1982年になり厚木でも NLP 訓練が開始された。基地の周辺は住宅地で囲まれており、空母関西機、特に戦闘機の騒音は極めて大きく、住民は 早くからこれらに激しい抗議を申し入れた。防衛施設長を通した補助金により、綾瀬市や山和市、藤沢市などの一部地域では二重窓化などの住宅防音工事が公費で行われている。騒音被害の賠償と飛行差し止めを求めて三次にわたる訴訟が行われ、裁判は最高裁判所までも連れ込んだ。第一次厚引地騒音訴訟、第二次 1984年から1999年、第3次、1997年から2002年の、いずれの例でも、損害賠償は認められたが、飛行差し止めは棄却された。国でも厚木基地の騒音問題を早くから認識しており、1980年代前半には、三宅島への移設が検討されたが、住民の激しい反対活動により計画は撤回された。 関東周辺の自衛隊基地への移転も、各基地の地元自治体と住民の反対により正式な検討作業にも至らなかった。メガフロートの利用も検討されたが、技術的に問題が解決されていないとして諦めれた。これらの候補地への移転が、いずれも難しくなる中で、厚木から1 0 0 0トル以上離れた、伊用島への NLP 移転が検討されるようになった。 1988年8月には河原力防衛庁長官が伊王島への訓練移設について言及している。米軍は厚木からあまりに距離が離れすぎているとして難色を示したが最終的に暫定的処置として伊王島通信所に夜間着陸訓練用施設を建設し1991年から NLP 訓練については伊王島に移転された。現在は NLP の約90%が伊容島で行われている。これらの対策にもかかわらず、昼間の離着陸訓練は依然として厚木において行われている。また、天候不順を理由とした NLP 訓練、戦闘機以外の空母艦載機の NLP、NLP に属さない夜間の戦闘機離着陸訓練も厚木基地において行われており、騒音問題が 抜本的に解決したわけではない。神奈川県や基地周辺各市といった周辺自治体は1988年8月16日に厚木騒音対策協議会を設立し、騒音問題に関して日本政府及び米国大使館に対策を求める活動を行っている。夜間飛行の実施については厚木基地での騒音被害は相当深刻。 自衛隊機の夜間早朝午後10時翌午前6時の飛行差し止めを東京高等裁判所での判決がなされたが期間は2016年末までだった。世界規模での米軍再編の一環である在日米軍再編計画において空母艦載機の厚木基地から山口県の岩国飛行場への移転が計画されている2018年完了予定。 毎年4月下旬、5月上旬頃、ゴールデンウィークに日米親善春祭りが行われている。2011年以前は3月下旬、4月上旬頃に日米親善桜祭りと題して行われていた。厚木基地に駐留する航空機の地上展示、基地在住の米軍関係者や地域住民による模擬展出展、バンド演奏などが実施される。また、8月には、 アメリカンフェスティバルボン踊りが行われる。入場にあたっては、本席記載と顔写真のある有効な公的身分、証明書の提示が求められるので、基地公開ごとに公式ホームページ等で確認されたい。例えば、本席が印字されていない IC カード式運転免許証だけでは入場できない。過去には、ウィングズと題して、在基地航空機をおもとした、 展示飛行を含めた基地公開が行われていたが、2000年7月1日2日の開催を最後に展示飛行は行われていない。基地公開に関連する話として、2001年8月2日に、米海軍機が変態飛行を行った。第27戦闘攻撃飛行隊の司令交代に、再し、司令に敬意を表すために行ったと後に、米軍側が答え。 しかし日本側への事前連絡、合意もなく、横浜の市街地、横浜駅上空を展示飛行さながらに低空飛行したため、多数の苦情が、地、県、警察に寄せられた。もともと展示飛行自体は、基地の周辺自治体が中止を求めていたが、この事件により、無期限の展示飛行中止を余儀なくされた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。